深呼吸しますか、大丈夫ですか皆さん。 Ladies and gentlemen, the time has come to announce Miss International 2018. それではまずはトップ5、第5位から4位、3位、2位と発表をしてまいりたいと思います。トップ5の発表。まずは第5位です。 The fourth runner-up of Miss International 2018 goes to Miss Colombia. Congratulations! さあ、続いて第4位です。The third runner-up of Miss International 2018 goes to Miss Romania. ルーマニア代表が第4位です。 Congratulations! さあ、それでは第3位です。3位、The second runner-up of Miss International 2018 goes to Miss South Africa. 南アフリカ代表。Congratulations!続きまして、2018 Miss International第2位の発表です。 The first runner-up of Miss International 2018 goes to Miss Philippines. フィリピン代表が第2位となりました。 Congratulations! さあ、それではいよいよ発表となります。栄えある2018ミスインターナショナルを発表いたします。 Ladies and gentlemen, the glorious Miss International 2018 goes to Miss Venezuela! Venezuela 代表が2018ミスインターナショナルに決定いたしました。Congratulations! おめでとうございます。仲間からも祝福の拍手が。2018ミスインターナショナルに選ばれましたミスベネズエラさんには、一般社団法人国際文化協会会長下村明美様より冊子が、そして2017ミスインターナショナルミスケビン様よりガウンとティアラが贈られます。まあ、今日この瞬間から新たなる物語がスタートいたします。2018ミスインターナショナルはベネズエラ代表マリエム・クラレット・ベラスコ・ガルシアさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてガウンとクラウンが2017ミスインターナショナルから引き渡されます。
新たなるミスインターナショナルの誕生です。おめでとうございます。さあ、しっかりとクラウンがミス・ケビン、インドネシア代表2017年のミス・インターナショナルです。どうぞお時間、 Take your time、 お時間を使ってどうぞしっかりとはめてくださいね。いやー誕生日のバースデーソングが仲間からハッピーバースデー。ハッピーバースデー。そうなんです、スピーチでもおっしゃってましたね。そうですね、私のバースデーです。そしてバースデーウィッシュは本当は心の中に留めておくべきなのですがと、はい、そしてスピーチをされました、はい、続いて株式会社 JTB 執行役員法人事業本部事業推進部長檜垣克美様より盾が贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて株式会社 NTT プララ光 TV 代表取締役社長坂東浩二様より副賞が贈られます。副賞は JTB 商品券ナイスギフト、 JTB 外国人旅行者向け土産サイト、 JTB ワオジャパンセレクショングッズ、株式会社三木本パールネックレス、株式会社 NTT プララ光 TV ショッピングお買い物券です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは記念撮影をお願いいたします。はい、それではここで新たなる歴史が生まれた瞬間、記念撮影をということになります。メディアの皆様、準備よろしいでしょうか。2018ミスインターナショナルはミスベネズエラ、ベネズエラ代表に輝きました。 Congratulations。世界中にこの瞬間が今配信されようとしています、はい、ミスインターナショナルが生まれました。2018年のミスインターナショナルはベネズエラ代表マリエム・クラレット・ベラスコ・ガルシアさんです。今日がお誕生日だとおっしゃっていました。特別な日になると思います。